今日のメインディッシュはゴールデンラジオ初登場人力車機体のピン芸人のこの方ですどうぞはい鈴木ゼロニモですよろしくお願いしますはいお願いしますめちゃめちゃゼロニモ君鈴木ゼロニモと言いますはいマジ硬そうだけど硬そうそうです硬硬い印象と言われますねはい声はいいね。 あ本当ですか。あ嬉しいっすあれです。なんか恐縮ですみたいないや本当本当に恐縮してます。恐縮恐縮の具現化という感じですね今自分が。恐縮の具現化という感じ自分が。なんか珍しいタイプじゃないですか今のこの辺ですか。ちょ芸人な感じがちょっとあんまりしてこないね。あ本当ですか。私お会いしたことありましたっけ同じ事務所ですが。いや多分一方的になんかライブ出られてるのを一回見たことがあるぐらいでお会いしたの初めてですね。はい。 知らないこのタイプは知らないです私今はこういう感じでちょいちょいやらせていだいてますなるほどピン芸でそれでこれは何 r ワ1グランプリは2回戦進出中あ形。そうですね今年が去年が準決勝に r ワ1グランプリ 進出させていただいて、でそのまあシードみたいな感じで今年は二回二回戦からみたいな感じ来週二回戦からちょっとシードになってるわけね。なるほなるほど。えじゃあちょっとたどり着く可能性はかなり大きいってことだな。それじゃぜひあの頑張りたいと思ってます。ね優勝狙ってほしいです。いろんなことができる人で詩人でもあると。

謝らせるんじゃないよジャケット着てこなければよかったと思いましたジャケット着てきたから謝らせてしまったのかなそと短歌の方でも賞らしきものに入手してるとか聞いたけどそうなんですよねお笑いでいう m 1グランプリみたいな賞レースって言うんですか短歌にもそういうのが年間でいくつかあってその中で。 3回ファイナリストになってるみたいな状況で短歌研究新人賞っていうので最終選考残ったり笹井宏之賞っていうので最終選考残ったりあすごいじゃないもう詩人でいいじゃん芸人じゃなくて芸人じゃなくて芸人じゃなくていいですか芸人じゃなくていいよいや芸人の方がよくないですか楽しそうじゃないてそんななかか硬い感じでさそもそもなんで芸人になってんの今そう あな何な,なんですかね。シンプルに、お笑いは好きでいいの？お笑い好き好きですね。硬い感じって髪の毛も硬そうだしね。髪髪の毛本当に硬いですね。あのご剛毛 <laughs> に剛毛の上にジェルをつけてるんで一番のカッキコッキになってる、ね。そうですね。カチカチカ固めてきたんだ。 確かに家庭が全員公務員家庭なのでお父さんもお母さんもそうですねおじいちゃんもおばあちゃんもおじいちゃんもおばあちゃんも公務員ですいやほんにお父さんとおばあちゃんが校長先生とか先生系だったりするんでそれ多分幼い頃から硬い印象にはなってるのかなと思うんですけどそれにちょっと硬さは残るけど俺は馴染めない反発 ああ多分それはあるかもしれない。だから家庭の中では僕が一番ひょうき、うん表者というか、うん、この間もなんか僕ひょうきん者なんですよで一番ひょうきんかでおばあちゃんのなんかお祝いみたいのがあって、うん、家族で久しぶりに集まったんですけど僕があのなんか久々にこう実家のみんなの前に集まったらやっぱあんたいると。 明るくなるね。おばあちゃん言ったりとかしてたんで。んな空気なんだろうね。いなかったら。僕が一んいや、そうなんですよ。僕、僕もそう思って。上京して、大学東京来たり、芸人になったりしたら、なんか。今日みたいに会う人の人に、なんか、硬いね、みたいな。そうだね。言われるんで、あれ、いや、じゃ、うちが、うちが嘘だったのかなみたいな。なんか、僕んちが硬すぎたのかなみたいな、ちょっと。あの、カルチャーショックというか、伝わりました。さっき言ってた、その、なんか。 これが芸人目指すのは最初は中学生の時にラーメンズさんのコントを YouTube で何か見つけてそれで何かもともとお笑いをずっとバラエティ番組とか見るの好きだったんですけどんかこんなことやる人たちもいるんだみたいなのがあってずっと何かこうラーメンズさんがやってるコントとかを見ながら何かこういうお笑いの世界楽しそうだなみたいなのをずっと思ってて。 ラーメンズはちょっとなんか平場、ね、っていうよりか確かにこうネタのこうなんか,なんかう人どういう人かっていうよりもこうなんか、うん、なんていうんですかねネタを見るみたいなェンスも感じであ。じゃあもともと平場のなんかひらばな笑いでわっていうよりか、うん、ラーメンズ寝ない。 んかそんなんか何か棘があるの笑いなことはできる平場の例えばお笑いでさひなたいっぱい芸人さ下品な芸人がいて「おい!」って言ったりなんかみんなが「わ」って分かんないけどんか脱ぎ出したりなんかそういうなんか「わ」みたいなのできるのんか本当はそういうのがやりたくて芸人になったんですよねだから本当は脱ぎたくて芸人になったのにずっと脱げてないみたいな状態脱ぎたいんだ ででこの間ずっと普段もこういうジャケットとか着ながらネットとかやってるんですけどなんかライブでたまたまそのなんか体を張ろうみたいなライブがあってであやっと脱げるみたいな感じで思って結構意気込んで行ったんですけどで周りの芸人とかもやっぱ脱ぐ印象がないんでえ鈴木ジェロにも今日なんか脱ぐライブだけど大丈夫みたいな感じの空気がずっとあるんですけどでもいざなんかその脱ぐ流れになって脱いだらなん,かあなんかみんな結構。 あこっちが本当だったのかなみたいななんか鈴木潤に元で脱ぎ毛だったのかなみたいな感じの想像つかないそうなんです僕もなんかすごい気持ちよかったですねあれはなんかみんなみんなの想像いい意味で裏切った感じがあって自分も裸だしなんかに二乗で気持ちよかったみたいな気持ちは裏切らなくていいんじゃないの裏切らなくていいですか抜かない方がいいですかわかんないなんか見るに笑える裸してんのかな笑える体 僕の友達は、うん、あのめっちゃ笑える体だと言ってますねだからだ初見の方が笑えるかどうか僕の裸初見の方が笑えるかどうかちょっとわからないんですけども <laughs> 友達ぐらいまで行くと面白い行くとそうですねすごい硬そうな印象なのに裸はすごい柔らかいっていう。 本当。というね、にわかにな。ジェロにもって何なん、ジェロにも。ジェルにもは、その、さっき、こ髪が硬いみたいな話をしたんですけど。ジェルをつけてて。あ、ジェル、ジェル。なんでジェルにもなんだ。これ、本当に。え、そうなんですだ、大学の時の、その、本当に大学生ノリでついたあだ名なんで、あんまり話したくないんですけど。その、ジェルをつけてて、ジェルって呼ばれ始めて、で、変化して、ジェロ、ジェロにもになってたって、本当。 本当に大学すすぎる話ななんでルね質が由来っどっちの話に持って詩人の方に行くのかそれともパーカッションができたりネタの方をやったりするちょっと迷ってんだけどネタ見ますネタってさここに用意してあるけどフィリップ2つ今あるね。でもラジオじゃん うん、<laughs> そうなんですよねだからなんでこれ持ってきたら <laughs> 僕も僕もずっと心配でそのラジオのネタのオーディションとかたまにあるんですけど、うんうん、マネージャーさんとかにずっとなんか出させてくださいよみたいな感じでマネージャーさんずっと「うんうん、いやでもねフリップちょっと、ね、ラジオだとね」みたいなやり取り毎回して。うんねね、毎回そういういの ラリーぐらいした時にマニュージャスさんがすごい真面目な顔でいやマジで無理ですみたいなのを毎回言われてできないっていうサンラリーの前に気づいた方がいいけどね、うん、<laughs> 毎回サンダリーはそれはなんでここに持ってくるいやよここではなんかそういうのを許容してくれる場だと <laughs> <laughs> ゆるゆるみたいねこのラジオは何でもありみたいなすごいなんか許容してくださる聞いたんで <laughs> してくださる敬語になっちゃったよな でもねそれじゃああれだよねその動画を撮って見たい人は動画にしてあ、ね、まあ伝わる、ねうん、ラジオだよから分かんないけど、はい、パーカッションちょっとやってみてあボイパーさ、うんもうここでやっていいですか

あご、あごの形変わるぐらい、そういうのないの?。あれ、これ実は、専門的な話になっちゃうんですけど、あれってビートボックスって。ビートボックス。ビートボックスの中の、僕がやってるのはボイスパーカッションという、こう、なんか、アンサンブルを重視したやつ。ビートボックスやれよ。これが、これができないですよね。これが、これができないです。僕ビートボックスはできないんで。なんだもう、もういい、いい。めっちゃ、めっちゃ、めっちゃ、めっちゃ。今日用意してきたの。家からフリップ持ってきた。俺たちだって、やると思えます。いや、いや、すげえ。 全然できまここ受け入れてくるって聞いてたのになんか違ってるんですけど当たり前だようちの大臣だけめちゃくちゃ緩いみたいないや受け入れてくださいよというふうに伺ってだからその数字あの裏ジオで受けるぐらいどうか分かんないそのフィリップ芸の方をちょっと最初にやってもらおうかなあいいですかありがとうございますはい。ちょっと準備させていただきますはいどうぞ立ち上がってすごいよねうん でもちょっと興味惹かれるんかねそうな何だか分かんないけどさそんなんかこう下からへり下ってくるタイプでもないし淡々と自分の気持ちをそれで振ったネタは否定されるし俺たちが私はパーカッションそういうのと違うんですけどすいスパーカッションはいそれでは鈴木ジェロニムさんですどうぞ やかんがね、とっても水が。 <laughs> もうやめていい <laughs> やめないよ<笑><笑>豆腐が点々みたいな豆腐が点々みたいにねやっぱステップアップは測るわけね豆腐のなあと矢印が出てきた矢印は何でやる 自分のことね。どうもおすごい。あでも斬新ですね。新しい。全然このボイパっていうのボイパだけで進めてくっていう。でフリップがリンクしてるっていう。やめろっていう声にもめげなかった。明言ない。ガ強いタイプですよこの子。もういいってやめろって言ってんだけど。

ボイパだけじゃ聞き取れないもこのイラストを見ないと、うんうん、イラスト文字を見ないとちょっとネタとしていうはい。はい じゃあお笑いことはもうすっかり忘れて短歌のほうに行こうか。すっかり忘れてここはねすっかり忘れちゃうんですかいや嬉しいですけど短歌の話も嬉しいですけどはいじゃあ短歌のほうの話でもさ短歌も今何個かあるけどこれって何をこう描くって何を歌ってもいいんだよねこの日曲の季語とかもないしこの設定の縛りもないんで何でもいいんで五七五七七っていうのが短歌でこれ入手したやつ はい、ここに載せていただいたのは入賞した中の一種なんですけどこれはわかる第4回笹井博之賞最終選考に残ったやつちょっと読んでみて、うんうんはい「空席にタオルを置いてもっといい席が2階にあるか見に行く」わかる かるけど情景が浮かびますけどね。あるあるってやつあ、割とそうですね、うん、お笑いでいうあるあるみたいなのに近いかもしれないです。えっ、ー、とその下第1回これ年金,年金歌会賞っていうやつです、ね、でこれお願いします、うんはい。急に取った感じにしたいだろうから急に取られた感じで待った。ほ<う>はいまあ、まあうん 写写真の写真の写真のなんかこう、うん、スマホで今こう写真パッて撮れたりするんで、うん、よくこうなんか友達同士でご飯食べたりしても写真撮り合ったりとかあるんですけど、うん、でなんかこう、うん、食べてる途中の何気ないのを撮りたいみたいな雰囲気がこう結構、うん、それをインスタに載せたいみたいな結構流行りだったりしてその時とかでラーメンとかをこのあ今撮られてるなって分かってるんだけど、うん、そっちをこう見てピースとかしたと多分撮りたい絵じゃないからな、うん、普通に,なんか知らずに撮られてると知らずにラーメン食べてますよみたいな。 みたいなのを自分でもちょっと演じちゃってるみたいな、自然を演じちゃってるみたいな瞬間の共同的なありそうだよね。あります。テレビの中テレビの中でもそんなことはありそうだ。はいはい結構ありそうだ。向こうの意図を組んであげてやるところですね。ね。こういうのでいいんだよね団塊でね。こういうのでいいって言えばこういうのでいいの団塊。だけどこういうのでいい部 GU の部難しいなっていう縛りがないから。なんかこれを読んでくすっとさせた方がいいのかわかるわって共感なの。

この自分が見た風景と同じものをイメージさせたいみたいな、うん、そっちの方の気持ちの方がこうが短歌としては合う感じがしますね。とかは、えー、と多分数か月経てばこの,この状況を咀嚼できて <laughs> あの時の大竹さんとの会話がすごい印象的だったなっていうのが熟成されたら <laughs> 数ヶ月もうちょっとなんとかならんかな。 の気質があったら、こう瞬発力で嘘でも一回読むと思うのよ。そうなんです、ね。それを数ヶ月寝かさせてくださいって、うん、ちょっと今ちょっと四月とかにあの。 今日の放送の分ですって言って突然提出するかも。今からちょっと別の話で十分ぐらい寝かした後にできんからね。なんかね読め、ま勝手なイメージを読めそうじゃん。そんなもんじゃないの。か意外とそれっこう即絵って言ってあの即席の即に英字る読むで即絵っていうジャンルとしてこういわゆるお笑いで大喜利みたいなあるんですけど、それ結構単価の中ではなんかなんかちょっとねみたいなみたいな感じの印象。まあ僕が触れてる印象とあるんで、割となんかすぐ これが結構多分バラエティ番組とかと相性が良くない原因なんですけどその場でみたいなのが意外とできないっていうのがあるんですよね、うん、この単価だとまあな、はいまあ、そういう番組でもそんなに即席みたいなことはあまり行われてないかもしれないなまあそうですね全然実に振ってあったのみたいなまあまあそうかもしれない本当はね振、うん、ってねうん。 でもさ、芸人だからさ今のあの今ゃべり方のポジションとしてはもう歌人のポジションだよね歌人としてはそういうの邪道なんでやりたくないですというかまあ確かに今頭からずっと歌人だよ。頭からボイパだけ歌人なのにボイパだけやってるみたいなボイパーやってても歌人だったそうですけどボイパが得意な歌人なんですか。芸人人のププロロフィールにはダクションけどなんかこう年は全然ね若いんだけどちょっとこっちも収まりない だから喋り方とか、この野郎な感じにはならないですね。いつもと違いますね。このやろで来ていただきたいですけど、この野郎で来ていただきたいこのやろに行きたいんだけど、なかなかなんなくて、こうちょっとだけ資料があるんだけど、エッチしていた時にふと窓が目に入って、エッチしている時にふと窓が目に入りました。はい。はい。ジョロニモ君はどうしました？あなんか。 その窓が開いたらこれどうなるんだろうなってふと思ったということがあったんですよね。であってっていう話をこう芸人仲間とこうし,したんですよそういうことがあったって言ったらなんか芸人仲間の間でこう話がいわゆるまあもらわれるというかう話の尾ひれがついてバーって広まっていって最近周りの芸人から楽屋で「ジロにもなんか話聞いたんだけど」みたいな感じで言われたのがなんかそのエッチしてて。 まずマンションの32階でエッチしてて、うん、その最中に突然相手を窓から突き落としてジロニムはその階段を落ち,、うん、落ちてくる相手よりも早く駆け降りて、うんうん、1>, で1階で待ち構えてその落ちてくる相手を日本刀で刺したんでしょうん、って言われて違いすぎてなんか、うん、否定もできなかったというかそうなのって僕も思っちゃったというか。 そうなのって僕も思ったもしかしたら自分の過去にそういう地点が存在したのかもしれないぐらい盛られすぎて自分事として全然捉えられなかったんですけどああなるほど全然エッチじゃないんだよこれが全然かちょっとそうですねんか小説の一部読んでるみたいな感じになりますよねでもこれは周りの人が周りが盛った人にしても盛った人もエッチじゃないよね上から落ちてくる相手を日本刀で刺したってもうどういうシチュエーションでよく分かってないんですけど んかこういうふうに言われてすごい心外だったっていうことあるんですけどちェロニモ君はあの彼女女性とかは基本的には好きなのデートとかはそうですね僕はそういうそうですけど今はいないですねそういうのもちゃんとねこれも努力でエッジした時にふと窓が目に入ってこの窓を開けたらどうなるんだろうと。 はい。そこもね。そこもちょっと不思議なの。引っかかりますよ。気にならないですかね。え？気に。えっちをしてるとき。しまし窓があります。開けたら、何が何がそこから展開されるの？窓がもし開いたら。なんかエッチって、ま僕の印象ですけど、すごいこう密室空間というものじゃないですか。基本そうでしょうね。だ窓とかドアとかも基本閉まってるんですけど、窓が開いたらなんかなんですかね。なんか次。 次の扉が開くんじゃないかじゃないですけど風を浴びながら風を浴びながらしたら違う展開が発生するんじゃないかみたいなのをちょっとだけ想像したという私は単純も平凡かもしれない窓開けたら声が漏れるのも嫌だし密室感がなくなることでもういろいろ恥ずかしいじゃないけど集中できないんじゃなくて次の扉が開くかもしれないっていう感覚にそうですねそう思いました。 したことないないなさすぎて、でもしたことないの割には結構すぐできちゃうっていう。窓だ一回腕をちょっと動かすもできるんで。なるほどね。ああそのぐらいのチェンジでねっていうのをちょっと興味を持ったっていう。開けたわけじゃないの。実際に開けてないですね。開けたってよすごい衝動にはかられた。どうですか。なんかこれも絶妙で、開けたいっていうよりなんか。 開けてしまった後の自分どうなるんだろうっていうのが一番なんか適切な感じ。なんかお皿とか洗ってて突然今手離したらお皿割れるけど割ったらどうなるんだろうみたいな。割りたいじゃなくてな割ったらどうなるんだろうみたいな。あとなんか自分がどうなるんだろう。うん 自分が割った後の自分どう思うんだろうみたいな割りたいじゃなくて突然道歩いてて道前から来る人突然殴ったら殴った後の自分どうなるんだろうみたいな殴りたいじゃなくてみたいな何そのすごいなんかペットボトルこうやって持ってて目の前にこうやった時にこれをパンってやったら。 まあ、どうなるんだよ、じゃない。やりたいっていう衝動が。快感、快感みたいな。これはこれで問題ですけど。でも、こっちの方が、なんかまともな気がしません。やりたい。まともかどうかは別にして。<laughs> まあ、まともかどうかは別に,別にして。考えが、その先に、どう、ね、うん、発展していくかっていう。ことで。うん、まあ、なんか、まともというよりか、なんか大久保の方が、そこ、素直な感じだよねまた、衝動というか。ま、衝動に対して、素直に。うん 反応してるよね。なんか今をちょっと壊したいみたいないわゆるそうかもしれないですね。だからこれはでもお皿を落として割りたいという衝動はないわけですね。ですね。割りたいわけではない。割りたいわけではない。としたら。割った後の自分に会いたいっていうそれそれだけ。失神な言い方。割った後の自分に会いたい。 素敵ですよね。そんなに変わらないと思うんだけど。いや、そう、という、というのもあるんですよね。なんか。人って、そんな変わんないぞっていう。でも、もしかしたら、最初にお話しいただいた、なんか、硬そうなのに、芸人やってるみたいなところも、多分、もしかしたら、それに近くて。その、なんか、こんな硬い家庭なのに。お笑いをやった後の自分、どうなるんだろうみたいな。なるほど。なったけど。硬いままであるっていうのは、今の、今の答えではあるんですけど。そんなに変わらなかった。そんなに変わらなかったという、お笑いの現場でも、硬いねって言われるだけ。で あるっていう。髪の毛の由来にもなってきてる。そうですね。これも。いままででも、あれだよね。あの、いてもいいよねって失礼な言い方だけど、その流れの中に。で、あの、ゼロニムがいても、なんか嫌じゃないじゃん。嫌じゃ、なん。ここが、なんか、ちょっと、なんか、流れが変わったり、トーンが落ちたりはするけど、まあ、それもお笑いの中に。 別にあの空気乱さない、うん、居心地がいいトーンの落ち方。あ <laughs> 嬉しい。なんて例えたらいいんだろうね。まあ、一人だけカレーパン食ってるみたいなことかね。一人だけカレーパン食ってる。それだけ流れの中いたら、あいつ普通にカレーパン食ってるぞみたいなことだね。うん。それも全部気にしてないみたいな感じかね。確かに、そう、あるかもしれない。すごい、だから、自分俯瞰で見てんのかなあ、でも、それ結構言われる。それ結構言われます。ねそうだな。うん。うん。すごいね。見てるみたいな言われること多いです。これが、ね、これからの社会で。ね。 あの芸人の世界でどうなっていくのか楽しみでありがとうございます。確かに何か予定とか告知とかあります？いいですかえっと今お二人もちょっとお渡ししたいんですけど僕はカをあのまあ自身出版インディーズというかで出してましてこちらはいカナッツじゃないかなカシュあの本カシですね晴れていたらぜ 系という本を出してまして僕の単価が161種載ってますはいで店舗はちょっと限られてるんですけど高田馬場の法輪堂書店さんっていうとこと西荻窪のブリューブックスさんってそらく今のところその2店舗だけなんですけど通販ではどこでも買えるので鈴木ジェロにも歌集「晴れていたら絶景」とかで検索してだけたらはい他に求めただけるとお得製のサラダボウルが回されて4人目までが取り過ぎている これは困ったな<ー> <laughs> 感情移入しちゃったこれ <laughs> そういうタンクがたくさん乗ってます通っていいのかどうかな <laughs>、うん、<laughs> すごい感情移入してじゃないですかめちょっち通り過ぎられて <laughs> 全員ここまで来たから、ね、<laughs> 俺どうすればいいんだよ <laughs> なんか 俺が取っちゃったらその月もうないぞまさにそういう感じだからって前の人指摘するのもねもう無理ですからもう言えないだからってほんのちょっと自分で取るのもなんとなく釈ゃとしてめちゃくちゃハマってくださってますねちょっとじゃあ r ワ1ね楽しみなんで頑張ってくださいねというわけで今日のゲストは鈴木ジロニマさんでしたありがとうございました。